1968年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第20回大会である。4月にニュルブルクリンクで開催された西ドイツ GP で開幕し、モンチャで開催された最終戦イタリア GP まで全10戦で争われた。フランス GP、カナダ GP、日本 GP がカレンダーから消え、この年の世界選手権は全10戦となった。 250cc と 500cc のレースが全てのグランプリで開催されたのに対し、50cc クラスは前半の5戦のみの開催となった。シーズン開幕前の2月、ホンダはこの年のグランプリにワークスチームを送り込まないことを発表し、鈴木もホンダの後を追うようにグランプリからの撤退を発表した。前年、ホンダのマシンでタイトルを獲得したマイク・ヘールウッドに、 対してホンダはマシンを貸し与えることを提案し、フルスのメガボルト・アグスタも再び、ヘールウッドを迎え入れる意思を示したが、ヘールウッドはグランプリから身を引くことを選んだため、250cc クラスと 350cc クラスは、チャンピオン不在のシーズンとなった。一方、鈴木は 50cc クラスのディフェンディングチャンピオンである、ハンス・ゲオルグ・アンシャイトに対し、 前年型のワークスマシンを使用することを許した。日本のメーカーの中でもヤマハはグランプリに泊まり、フィルリードとビル・アイビーのチームメイト同士が 125cc と 250cc の両クラスでハイレベルなタイトル争いを繰り広げたが、この二人の戦いは後に過根を残すものとなってしまった。この時代は有力なワークスチームが確実にタイトルを取るためにチームオーダーによって、 レースの勝敗そのものをコントロールするということがごく普通に行われており、この年のヤマハも両クラスのタイトルを確実なものとするために 125cc はリードに 250cc は ib にそれぞれタイトルを取らせようとしていた。しかしヤマハもワークスを撤退させると予想していたリードはこの年がタイトル獲得の最後のチャンスだと考え、125 CC に加えて 250CC のタイトルも取りに行ったのである。思惑通りにダブルタイトルを獲得したリードだったが、リードのこの行為に激怒したアイビーは四輪レースへの転向を発表した。そして、リードの予想通りに、ヤマハもこの年限りでワークス活動を休止し、リードは以後、ヤマハの市販マシンでグランプリを戦うがヤマハがリードに対してサポートすることはなく、 リードの引退後も、両者の関係は疎遠なままとなってしまっている。この年、フィムは、大掛かりなレギュレーションの変更を発表し、翌1969年から順次各クラスの、気筒数などが制限されることとなった。ホンダの4気筒がいなくなり、メガボルト、アグスタの相手は再び、イギリス製の古い単気筒マシンを狩る、プライベーターばかりになった。ただ一人メガボルト、 アグスタのワークス3気筒に乗るジャコモアゴスチーニは誰にも邪魔されずに10戦全勝し、かろうじてアゴスチーニについていけたのはマチレスに乗るジャック・フィンドレーのみでアゴスチーニは多くのレースでフィンドレー以外のライダーを周回遅れにした。マンシマ TT ではアゴスチーニは前年マイク・ヘールウッドが出したコースレコードに及ばなかったにもかかわらず二位を八分以上引き離し、 ベルギー GP でも2位との差は4分だった。最終戦のイタリア GP では、ヘールウッドがベネリのマシンで一度だけのカムバックを果たしたが、アゴスチーニとのトップ争いの最中にクラッシュした。350cc クラスも 500cc クラスと、同様にメガボルト、アグスタとジャコもアゴスチーニが完全支配した。このクラスでは、ベネリのワークス4気筒に乗るレンツパゾリーニや、 アエル・マッキのケル・キャラザースラが挑んだがアゴスチーニを止めることはできず、アゴスチーニはこのクラスでも7戦全勝で 350cc では初めてとなるタイトルを獲得した。一人のライダーが 350cc と 500cc の2クラスで全戦全勝を記録したのは1959年のジョン・サーティース以来のことだった。ヤマハ・ RD05A250cc クラスでは、 ヤマハの V 型4気筒 RD05A に乗るフィル・リードとビル・アイビーというチームメイト同士の激しいタイトル争いが最終戦まで繰り広げられた。MZ のハインツ・ローズナーやヤマハの市販レーザーに乗るロドニー・ゴールドラも速さを見せたがヤマハワークスの2人に割って入ることはできなかった。ヤマハの作戦は 125cc クラスではリードのタイトル獲得をアイビーにサポートさせ250 CC クラスでは逆にリードをアイビーのサポート役に回らせるというものだった。シーズンの前半戦はアイビーが優勝したレースではリードは2位となり、アイビーが落としたレースでリードが優勝するという展開が続き、第6戦の東ドイツ GP 終了時点でアイビーの4勝に対しリードは2勝だった。しかし第7戦チェコスロバキア GP で125。 CC クラスのタイトルを獲得したリードは250。CC クラスでも自分が勝つために走ると宣言し、その言葉通りにアイビーを破って勝ってしまった。そして続くフィンランドで連勝したリードは、最終戦イタリアでもアイビーを抑えて優勝し、二人は同ポイントでシーズンを終えた。両者とも5勝を挙げて2位が2回ずつと、 戦績も全く互角だったが、すべてのレースタイムの合計で勝敗を決めるという判定の結果、タイトルはリードのものとなった。ヤマハ RA31A125cc クラスも 250cc と同様に V 型4気筒 RA31A に乗るフィルリードとビルアイビーによるヤマハワークス同士の争いとなったが、アイビーはヤマハのチームオーダー通りに リードのサポートに徹し、リードは順調に勝利を重ねた。開幕戦をリードが制した後、第2戦のスペインではリードとアイビーの両者がリタイア、したために、ブルタコのサルバドールカネヤスが GP 初優勝を飾ったものの、第3戦以降はリードが連勝を続け、第6戦チェコスロバキアで5勝目を挙げて、タイトルを決めた。ホンダやスズキのワークス撤退と入れ替わるように、 モペットなどの小排気量モデルを得意とするヨーロッパのメーカーがグランプリの軽量をクラスに本腰を入れ始めており 50cc クラスではスペインのデルビやドイツのクライドラーオランダのヤマッティなどが力をつけてきていたしかしディフェンディングチャンピオンのハンスゲオルグアンシャイトが持ち出すことに成功したスズキの前年型ワークスマシン水霊2機と RK67 の優位は揺るがずアンシャイトは 開幕戦から2連勝した。マンシマ TT では、バリー・スミスのデルビが、ダッチ TT では、ポール・ロデビィックスが乗る山手がそれぞれグランプリ初優勝を飾ったが、このクラスの最終戦となった、ベルギー GP で3勝目を挙げたアンシャイトが3度目のタイトルを獲得した。レギュレーション変更によって、翌年から 50cc クラスは短期筒マシンに、 制限されたために2期等の RK67 は、グランプリへの出場が不可能になり、アンシャイトはこのタイトルを最後に、グランプリから引退した。この年の満島、TT で3位となったレスリー・グリフィスはこの時54歳で、グランプリの表彰台最年長記録である。500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、 編集 125cc クラス、編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc ク,ク,50クラス、編集。ありがとうございます。